しです。本日はですね、鶏胸肉の切り方がポイントな鶏ニラ炒めというのをご紹介していこうと思います。体作りしてる方やダイエット中にちょっとがっつりしたものを食べたいなっていう時にもおすすめな一品になってるので、ぜひ最後までご覧ください。信じでしょうか。そしたらまず鶏胸肉の切り方で鶏胸肉を柔らかくしていこうかなと思います。鶏胸肉のこのね、皮は剥ぎます。鶏胸肉のね、料理で皮ついててもなんかそんな美味しいイメージは私あまりないのでね、いつも剥いじゃいます。こういうね、余計な脂肪分も取っちゃいます。とにかくあのカロリーをカットするためにね、取ってしまいます。これはですね、3ブロックに分けていきます。ちょっとツルツルした方だと分かりにくいんだけど、これをね、くるんと裏返して、はい、いろいろボコボコした方になるんですけれども、これね、よく見てみてもらうと繊維の方向が分かれているのにお気づきではあろうかあのお気づきになると思うんですけれども、この繊維ごとにブロック分けしていきます。まずね、頭の部分ですね、この丸くなった頭の部分を切り落とします。で、ここで繊維が分かれているような感じになります。で、あとはこのお尻の部分ですね、半分に切ります。で、今こんな感じで3ブロックに分かれました。これをね、一つずつ切っていくんですけど、繊維を断ち切るように切っていきます。まず上のブロックから切っていきます。このブロックはね、繊維がこういう風に入ってるので、繊維の向きに対して包丁のね、刃先を V の字にします。で、このままね、切っていけばいいわけです。ちょっとそぎ切りにね、そぎ切りっぽくこういう風に上から引いて切っていきます。で、この時にも重要なポイントがあって、なるべく薄く切っていってください。まあ、なんでかっていうのは後でね、理由が出てくるんですけれども、とにかく薄く切っていきます。 OK、 こんな感じで切れました。下のブロックの方も同じなんですけど、こういう風に繊維が入ってるので包丁をこう向けます。で、これも同じように切っていってください。そしたら次、頭ブロックです。ちょっと切りやすいようにね、向き変えます。そしたら頭ブロックは、こういう風にね、繊維が入ってるので、包丁は特にね、どっちかに傾けるとかではなくって、もうまっすぐ切っていって大丈夫です。はい、ということでね、ブロックがこんな感じで切れました。こうやって切ることによってね、圧倒的に、柔らかくなるので、もしね、ちょっと鶏肉切るときに考えられる余裕があるなーっていうときに、ぜひこの切り方にしてみると、あのパサついた感じがなくなるのでね、ぜひお試しください。はい、そしたら鶏胸肉は一旦ボウルに入れて、ちょっとね、下味をつけていきます。いつもだったらここにね、塩麹を入れるんですけど、今回はちょっと検証も兼ねて、塩麹は入れません。お酒とあと塩で、よく混ぜます。実際このお酒と塩の組み合わせでちょっとつき置きしておくと柔らかくなるって言われてるので、個人的には塩麹にはかなわないんだけれども、持ってない方とかね、この組み合わせでも柔らかくなります。で、少しね、置いておきます。そしたらこの間に野菜を切っていきます。ニラなんだけど、ニラはね、この根元の方に栄養があるって言われているので、なるべくギリギリ落として、だいたいね、小指の長さぐらいかな、これがね、食べやすい大きさになるので、同じ長さで切っていきます。そしたらニンニクです。ニンニクは今回3かけ分使います。こうやってトンって叩くと皮がね、剥けやすくなるので、剥きにくいニンニクはこういう風に剥いてみてください。これをね、薄くこう輪切りにしていきます。ニンニクとニラは炒める順番が違うので、あの別々にしておいてください。あともう一つ用意してほしいのがこのね、もやしです。これだけだとね、やっぱりちょっと物足りないので、もやしもね、必ず用意してみてください。置いておいた鶏胸肉ですね、これに片栗粉をね、入れていきます。しっかり鶏胸肉両面つくように混ぜておいてください。そしたらこれをね、焼いていきます。フライパンは中火から弱火ぐらいにしておいて、鶏胸肉がね、重ならないように焼いていきます。そしたら蓋をして
早めに火を通します。重ならないようにね、フライパンいっぱいに広げると火の通りも早いので、少しねこういうとこを意識してみるといいんじゃないかなと思います。そしたらここにニンニク入れます。あ、ちょっとニンニクのいい香りがしてきてますっていうところで、野菜をねどんどん入れていきます。もやし、ニラ。でこの時に温度がね低いと野菜がどんどんびしゃびしゃになってきちゃうので、そう、温度を上げて野菜を炒めていきます。ここにね、調味料を入れていきます。まず鶏ガラ、お醤油、みりん、で、オイスターソースです。これでしっかりとね、絡めていきます。で、片栗粉がね、入ってるので結構もうすぐとろみがついてくると思います。野菜がね、もうしんなりしたら完成になります。完成です。めっちゃいい匂い。そしたらごまを振って完成でございます。ではいただきます。うわー、これはすごい。お鶏肉が柔らかくなってる。うん、またこう塩麹の柔らかさとはねもちろん違うんですけど、パサつきは一切なし。こうね、繊維をこう短く切ることによってこう、ね、すごくね噛み切りやすいんですよ。なので口の中に入れてるとなんかすぐなくなっちゃうみたいな、一気になくなるので驚きなんではないでしょうか。食べてみてどうでしょうか。うん、で本日の鶏胸肉を硬くならなくした工夫を、まとめてみますと、てれん、まずは繊維を断ち切って切るということです。てれん、2つ目はなるべく薄く切るというとこです。だらん、3つ目はしっかり下味をつける。だらん、4つ目は時短で焼くというね、これはねもう何か調味料を使ったりとかじゃなくて、もう明日すぐにね実践できますので、ぜひ取り入れて鶏むね肉が美味しく食べられたらなと思います。はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。本日は鶏むね肉が柔らかくなる切り方で鶏ニラ炒めというのをご紹介してみました。レシピの材料や注意事項はね概要欄にまとめておりますので、ぜひそちらをご覧ください。このチャンネルでは料理初心者の方も簡単に作れる健康レシピをご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。その他にインスタ、TikTok、楽天ルームやっておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。じゃあ終わり。それではまたさようなら。